手がわくば、我に七難八苦を与えたまえ。して最高のためならば、どんな困難をも苦にせず立ち向かってみせる。ある男は三日月にそう祈ったという。その男の名前は、山中鹿之助。天子家に仕えていましたが、天子家は毛利家に攻められ滅亡。天子家の威信を取り戻すため、主家を滅ぼした毛利家を相手に、三度にわたり再興運動を行った。最後は、信長を頼り、四国攻めを行う秀吉の軍に参加。光月城を攻略し、天子家再興の拠点としたが、毛利軍に城を包囲され、後に落城。主の天子勝久は自害、鹿之助本人も毛利家の武将に、暴殺された。七難八苦を受け入れる決意をしながら、戦い続けた鹿之助の思いは叶うことはなかった。